皆さんどうもピーマンです。今回サクサクセスで作る侍ジャパンの内野手は西武の選手になります。おかわり中村を作っていきたいと思います。プレミア12ではね4番で、出場しましたがね、残念ながら思うような成績は出せなかった。中村が打ってくれてたらね、もっと楽に日本は勝ててたんじゃないかなと思うんですが、まあ練習試合でね怪我したこともあったので、まああれの影響もあってかですね、本来の実力がちょっと発揮できなかった部分があったね。よし、本家に負けないようにいい選手を作っていこう。オッケー、今回作る選手の利き腕設定は本家同様、右投げ、右打ち。ポジションは一塁手としてね、作っていきたいと思います。基本は DH ですけどね。まあ、中村三塁本職の選手ですが、ちょっと侍ジャパンファースト起用の選手がいないのでね、一塁として作っていきます。んで、フォーム設定は、本家はね、オープンの48がね、この中村でのパワープロのフォームになりますから、48を使用していきましょう。で、球団設定はセーブね。持ち込みアイテムはパワー強化カード、そしてプロ入りカード、この2枚でおかわりくんを作るよ。レッツサクサクセス。ステージ1、やってきた。初期能力はこんな感じね。で、ステージ1では、おー、パワーマスが一つもないのか。マジで？マジで？嘘でしょ？選手が横に来たが待ってくれよ。マイナスおにぎりマスは踏みたくないんだ。前回作った中田翔はまさかの走力 S の100でしたからね。足の速い中田翔を作りましたから。まあパワーもそこそこにありましたがね。もっとパワーをつけたかったんで、今回作る中村は。ね、前回作った中田に負けないように。足なんて速くある必要性はないですから。とにかくパワー大事ですからね。よろしく。おっと、宝箱が出てきた。踏みに行こうか。カマカマカマ。何？パワー超人だ。はい、いきなりパワーが13アップでございますよ。じゃあ、ステージ1はこれにて終わり。うん、ミートマスありますが、無視でいきましょう。ちょっと体力がないんでね。はいはいはい。パワー S を目指してやっていこうよ。カンストいくよ。うん、ステージ2、やってきた。パワーマスは1つのみか。おー、なんか少ないような気がするな。もっとパワーマスちょうだいよ。補給、DH の選手だからね、守備力は基本的にいらないんだ。まあ、あればいいけどね。よし、おお、青パネルになったことで、無地パネルが輝き出したね。青パネルになったことで、無地パネルが輝き出した。日本語的におかしくない？おお、また輝き出したね。いいね。カモカモカモ、踏んでいこう、踏んで踏んで踏んで。オッケー、これで終わり。うん、次行こう、次。体力がちょっとないね。おお、現段階でもうパワーが D の52ですよ。ほう、いい感じ、いい感じ。次行こう。DH だからね、基本はね。ステージ3では、体力ないからなぁ。まあ、プロ入りカード持ってるんで失敗することはないと思うが、野球超人ね。おー、全体の能力アップ、ありがとうございます。ありがとうございます。幸せだ、すごくね。おー、無地パネルがまた青く輝き出したぞ。弾道マスがあるね。踏んでいかないと。ただね、ここはもうゴール、あ、ゴール行った方が良さげだな。うん。じゃあ、ゴール行きましょう。これダメだ。体力ないわ。体力なさすぎるわ。総力7、総力いらねえんだよ。総力そんないらないね。じゃあゴール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 目指していこう。おっと、ブスが近くにいるが大丈夫か。おい、逃げて逃げて、逃げることに成功。はい、体力9回いく。ありがたい。ステージ4行こう。ちょっと体力不足すぎるな。全体バランスよく強くなっていけてるね。バランスはいいよ。ただもっとパワーに特化していこう。ゴールは下ね。パワーマスは、パワーマスなし。嘘でしょ。ちょっとちょっと違う。ノー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 。もっとパワーを送れなさいって、あなた。もっと私にパワーをくれなさいよ。はい、青パネルが輝きを失っていくね。ありがとう。ありがとう。本当にね。本当にありがとう。お、野球マン登場により、ブスは帰っていったね。グーバイ、ブス帰れ、ブス。で、野球マン。はい、ありがとうございます。ナイス、野球マン。体力回復回復回復。能力アップ。選手もかも。誰だ？森本か。おー、守備力7。ノーノーノー。森本も違うよ。もっともっとくださらないと。おー、体力回復。この体力マックスのまんま、ほとんどマックスのまんま、次行こう。次で強くするからね、ステージ5でもうここで、最終ステージで大暴れといこうよ。プロ入りカードを持ってるためゴールしなくてもいいからね。っしゃ。お、上にパワーマスがあるな。お、幽霊かも。何くれる？全体能力アップ。特殊能力何？バーンと、どう？お前クソが！お前そんなんだから死ぬんや。お前みたいなやつはそんなんだから死んだんだよ。空気の読める幽霊になりなさい。お願いします。違うだろと。バント丸なんて、中村にバントなんて持ってどうすんだよ。うわ、体力減少、嘘だろ。急に体調悪くならないでしょう。急すぎるわ。なんか意図的に仕組まれてたんじゃない、最初から。うわ、どうしよう。宝箱取りに行きたいのな。シャッフルマスはどこにあるんだ。あそこか。
ちょっと赤パネル踏むわけねえか。うわ、ブス目つかれた。あかん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 。ブスこっち来んな。ブスこっち来んな。悪魔の姿に変えるな。アイブスハメ失敗ありがとう。ぶっ飛ばす。はい、出た出た。キチガイね。頭のおかしいな。キチガイです。気持ち悪い。ずらしやがった、本当に。病院行けよ、お前みたいなやつは。ふざけんじゃないよ、本当に。人ぶっ飛ばして帰るブスって何なの？どこに需要があるんだよ。ただでさえ気持ち悪い見た目なんだから、もっとね、内面を磨きなさい、あなたは。宝箱を取りましょう。パワー貯金で、あー、B の74、ありがとう、神はいるね。最後に神に出会えてよかったよ。最低限の B は来たね。でも前回の中田とほとんど変わらない。そして今回特殊能力何もないでしょ、これ。ほんとあのブスはもう余計なことしかしないわ。もっと強くなれたのに。はい。前回作った中田とほとんど打撃能力が変わりませんね。ほとんどというか全部同じ。前回の中田はね、それなりに特殊能力もありましたが、今回バント丸だけですからね。はぁ、残念ですよ。もう、ほんとに。今あのブスを殴り倒したいね。二度と出てくんじゃないよと。往復ビンタの刑にしてやりたいわ。はい、パワープロでの中村の能力はこのようになってますね。パワーは A の87と。強いですね。やばいですね。特殊能力にもパワーヒッター持ちですから。まあ、ただそれ以外の能力はね、あまりよろしくないではございますが。いやいやいや、やっぱパワー A は欲しかったな、中村だもん。ね、何度もホームラン王を取ってますからね、今季も取ってんのか。来たかった。本気はやはりパワーが多いですね。 OK、 じゃあ今から私が作った中村をオートペナントで回していきたいと思います。4番固定でね、DH ありの時は DH、そして DH なしの時はファースト固定で回していきますからね。どのような成績になるか非常に期待したいと思います。ホームラン30本以上打てるかな。いや打てるね。打てると期待してやっていこう。うん、じゃあ行きましょう。1年のシーズン開幕。1年のシーズンが終了いたしました。中村はどのような成績を出したのか見ていきましょう。今季の中村の成績はオープン！ダダダン！どんな感じ見せてみろ！予想以上の成績に私今驚いている。これは意外にもいいんじゃない？イエス！来たよ、見ていこう。打率は2割9分6厘。西武で首位打者でございますよ。あと4輪で3割。まあ、このあと4輪っていうのがむずいんだけどね。打数は586打数の、167安打。2塁打18本。3塁打0。本塁打が20本。これはね、まあ、ほんと最低ラインだね。まあ、20本打ってくれたことに感謝しないとダメかな。前回はこのな、前回作った中田はこの20本も超えられなかったからね。打点は75打点。得点圏打率は2割6分9厘。得点80得点。三振が110個と多いか。フォアボールは41個。全然選ばねえ。ほんで、併殺8、盗塁0。出塁率は3割4分7厘。で、OPS は7割8分1。いや、ダメだなー。ダメだな、もっと中村をピース9割台でしょう。本来ならね、いやダメだな、いやダメなんですよ。出塁率も低い、フォアボールも選べてない。はぁ、違うんですよ。俺が作りたい中村はこんなんじゃない。こんな縮こまったね。浅村みたいな感じじゃないんだよ。おかわりは最低 OPS8 割以上でしょう。最低ね。本来なら9割だからね。能力的にはね、中田翔と全然変わらないの。中田と全然打ってるよね。あ、まあ、前回作ったやつね。おう。前回の中田なんて、同じ、こんな能力で、同じ能力で、ほんで、これで特殊能力も持ってて、2割4分台だからね。今回作ったら2割9分6。まあ、オートペナントマスタービン成績変わってきますからね。うん。もしかしたら、ねえ、中田もこれ以上の成績を出したかもしれませんが。はい、私が作った中村はこのようになりましたよ。なんだろう、この中距離バッター感は。長距離バッターではない、中距離バッターだね。理想とする中村っていうのはできなかったね。OK。じゃあ今回の実況はこれにて終わり。次回の実況ではね、侍ジャパン、次、セカンド。トリプルスリー、ヤーマダを作る予定でございますので、お楽しみに。じゃあ、グッバイ。見てくださった皆さんありがとう。次回もまた会おう。